お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、まあ、ラバルを使って、まあ、マルチやっていきたいなと思いますので、最近のラバルがこのバルキリー入りなんですよね。なんか前までこう縦線だったりギャングだったんですけど、今なんかラバルで上行ってる人たちがみんなここの枠をバルキリーにしてるんで、まあ、この形でですね、まあ、やっていこうかなと思います。ということで早速いきます。はい、ということで、ね、1戦目、長期特有、なんか独特な名前ですね。よいしょ。でラバがあれば待ってもいいんですけど、いやラバがないんで、いやこれファイルザップ使いたくなかったですね。まあ、回しですね、これは。まあ、回してえ1コス溜まるんだ。うわー、相手三重視ですね。これ普通の三重視だったらまだ言うてよくないけど、あれなんすよ、ジャイ三視だったらしんどいですよ。 OK、 これはいや1側の方が良かったのかな。まだ落ちる、ラバにはいや2でいい、2でいい、2側にこれで形作れば、これでガゴだけで防衛できる。よいしょ、やばい、メガゴ頑張って、メガゴ。ここはまあ処理されます。僕1体処理できたらもう十分。相手は多分枯渇三死ですね。これすることないな、よくないです、よくない。後ろからバルキリー、いやータイミング、これはしましょう。流れが良くないですけど、後半こっからですね、ダメージ受けてないんで、問題は内側にラバ出したい、内側がいいですね。こっち側に30シンチ来る。ああいやー2か、今まあバルーン成功すんだよ。いやこれザップ打って OK、 バルーン一発 OK、 一発入ればいい。よし OK、 処理、よしここ守りたいっすね。いやそうだよね、絶対そうだよ。バルキリー出しです。オッケー。大体多分これガゴ群れとか出るから。いやこれザップでよかったさと。いやまあいいよ。よけ、はい、はいはい。でギャングにザップってよいしょ。あともうファイブ剣だ。ファイブ剣だ。明確一発投げ。よいしょ。俺も勝ちましたね。カード回して。うお、なんちゃ。これもうバルキリーが恐ろしく強い。やば、9コスを4コスで処理するからね。まあ、実際12コスみたいなのもありますけど、30し。いやー、まあ、勝てて4。よし、次。そう、30しが今やっぱ、多いんですよ。多いというか、まあ多いんですよね。普通の30しに、枯渇30しに、ザッピー30しに、ジェイ30しみたいな。30しが多いんで、まあそれに対して、縦線とかギャングでもいいんですけど、やっぱバルキリーの方がいいのかなと思います。いやーマッチングはしないっすね。長いな。よくない、長い。キャンセルをして、
え？おかしいおかしい。あ、なに？コンタクト取れそう。オッケー、やってきた。これはエリポン借りたらまずいのと、まあ、ラバがないんで延長まで待つのは良くないですね。このまま延長まで待って相手に後ろからラバ出されたりゴール出されたらどうにもできないんで、なんでカードを回すしかないんですよね。で、あ、相手ザップ打ったんで、よいしょ。さあ、これも良くないな。これはまあ墓石でいいですね。で、ザップだったんでほがないと思うんですよ。なんでまあ墓石は普通の位置に置いて、おお、これは後ろから合わせますか。バルキリーザップ、なんだろうな。なんでもある。今バルキリーの使用率マジで1番かっていうぐらい多いですよ。いや、これは惜しい。これは惜しい。これは後ろからラバ展開です。いや、さて一緒。インドラちゃんね、インドラちゃんな。でもこれもメガゴとかガゴ出してもいいですけど、これザップ打ってもいい。あ、まあまあまあ、いやこれ美味しくね、バラ入るやん。美味しい美味しいって。これザップ構えて いらないな。いい、そんなそんな、いい、このバルーン強、優秀すぎません今の。だってインドラのターゲットも取らずオーブンも無視し、やば、これもう余裕勝ちやん。いや調子乗った。いや、なんで2体あそこから出るんですけど、いやーよくね。うう、いやーバルキリー強い、相手のバルキリーやばいな。いや、これでもラバ出してもいいんですけど、これはラバ出したところでインドラとヤーメで瞬殺されるんで、後ろから形作って1個もぎ取りしたいっすね。右は落とされるんで、やめ、ガゴにやめ打たしたいところではあります。出してオーブンが厄介。いやーザップ打ったところで、いやー13か、追いつかれたな。やだ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 、絶対だ。そういう気か。いや、うまいな、すごいうまい。しかも早くだ。いやー、でここでザップ使うと、うわー、やべえ。いや、ワンチャン、あれだ、相手、うー、ザップあった。いや、ワンチャン、ワンチャン、マジでワンチャン。いや、なんでやねん、なんでそうなるかな今のは。なんでなんでなんでや、そうなっちゃうか。正直勝った思ったんですよ。いやー、相手が上手かったですね。これはしょうがない。次、マッチングしねえんだよな。足のしびれが消えてきた。やばい、 OK、 マッチングしてた。しかも、え、待って、5928、これ勝ったら40、もう相手離局のやつですね。いや、勝ちたい、マジで勝ちたい。これはバルーンがないから、え、ないけど、まあ待ってもいい。よし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 。いや、これな、ザップ打ったらダメなんですよね。これ痛いんですよね。ザップ打ったら、なんか意味やから、ホグギャングとかホグコウモリ、ホグガゴンで打ったんです。いや、これは、良くないな。これはまあ、ガゴ出して、よしよしよし。そんなに守る？そんなに守る？まあ、墓石置きましょうか。置いて、これはもうラバ展開ですね。
いや、もう一個ボス上だったな。痛い。いや、これはあれですね。1700を乗せます。1700を捨てて左側をもう超ぶっぱのご利用して1個取りたいと思います。いや、そっち攻めてくるんかい。違う、俺の予定と全然違う。マジで俺の計算と全然違う。よくね。痛い。よくね。マジでよくね。なんやねん、コウモリだけかよ。僕出してこいよ。ちょっと待って、俺の計算と全然違う。これ両方削られるとよくない。もう1、2で、2、1で勝つプランが理想なんですよ。ガゴムで4、2、5を準備して、ここや。お前は今、ガゴムラを出してくる。よいしょ、してこいよ。いやー、さては落ちた。さて落ちたくね。いや、嬉しいけども、動画撮ってんだよな。いや、複雑だわ、もう。はい、ということで、以上になります。この後はもう無事、勝つと思う。もう終わります。よければこんなんですけど、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。